橋道博でございます長浜委員、水野委員に続きまして、質問させていただきたいと思いますが、まあ、総理、端的に今、経産大臣とのやり取りを聞かせていただいても、やっぱり総理が憲法を無視して臨時国会を開かなかった、大臣の皆さん、まあ、特に新大臣の皆さんの資質を国会で議論することもできなかった、まあ、そういう本当に緊張感の欠如、国会、憲法無視が、こういう状況になっているんじゃないかなと、そのことを痛感をいたしました。改めてえ 憲法を無視して臨時国会を開かなかなったことこのことについて、休談をさせていただきながら、私の質問に入らせていただきたいと思いますが、もう午前中、あまり時間がないので、ちょっと順番変えさせていただいて、最初に高木復興大臣にちょっとお伺いをさせていただきたいと思います。1月13日付の県民福井新聞の1面トップ、高木大臣、高木大臣の記事が載っておりましたが、お読みになりましたか。 上木、ええー、大臣。記事は読みました。石橋みじろ君。えっと、この記事によりますと、まあ、大臣が週刊誌とで伝えられました、えー。報道について、当時の、おお、まあ。 福井県警の捜査関係者、当事者の方が、えー、これは事実だと、事実は事実なんだということをまあ証言をされたという報道です。えー、大臣、これ事実は事実お認めになりますか。高木幸大臣、<laughs> え報道されたような事実はございません。<laughs> 一八一六 元捜査関係者、当事者の方が事実だという証言をした、それでも大臣、確認しますが、それはうそだと、つまりこの捜査関係者がうそをついているということでよろしいですね。高木大臣 職務上、守秘義務を負う元捜査員になる方の証言があるということでございますけれども、いずれにせよ報道されているようなことについて、そのような事実はございません石橋道宏君。えーまああの 衆議院でも繰り返し、そういう事実はないという証言をされて、今回、この事実、新しい事実が出てきても、それは嘘だと、えー、これ、何らかのアクションを取られるかどうかというのは、衆議院でも聞かれてますけれども、まあ、週刊誌に対して、もしくはこの捜査関係者に対して、具体的に名誉毀損等々、アクションを取られるのかどうか、そのことも確認させてください。高木大臣 まさにあの復興発災から丸5年でございます、その大事な節目でございますので、今はその復興大臣としての務めを果たしていく、それが私の責任だというふうに存じております石橋道博君えっともう午前中時間がないので、えー、総理、えー この事実、新たに当時の捜査関係者が事実だという発言をされた、大臣、被災地の復興、しかし被災地からは高木大臣の下では、もう進まないのではないかという懸念の声も強くなってくる、大臣任命権者として、この事実を含めてどういうふうにお考えですか、見解だけお聞かせください安倍内閣総理大臣。大臣はですね、全くそんな事実はないと、ここで明確に述べているわけでございます。その上でしっかりと 復興大臣として、えー、復興の加速化に向けてです、ね、全力を尽くしてもらいたいと、このように考えております石橋美次郎君はい、えー、これ、引き続きわれわれ追及していきますのであの、しっかりと説明責任を果たしていただきたいということを申し上げて、えー、午前中、これで終わりにさせていただいて、午後続けさせていただきます。